お嬢様酵素の動画です。こちらお嬢様酵素の箱で、こちらこのような箱に入ってお嬢様酵素届きます。箱も超お嬢様です。で、箱こんな感じですね。で、中身の野草というかお野菜とか果物とかこんだけ入っているという原材料がこんだけに記載されております。これだけですね、大量です。はい。そして、今回ついていたのが何これ、ヘロ、マイネームイズヘロ、ちょっとわからないんですが、なんかこれは何だろう、ここいつもキャンペーン時になんかダイエット系のもんついてるんですが、今回アロエベラの葉肉を食べやすくカットして食べるという、なんかこんなお得なもんがついています。いいですね、ここ。そしてお嬢様酵素定番のこちらです。これ毎回のこのセバスチャンからの、なんだこれ、執事セバスチャンからのお手紙入っています。いいですね。はい。そしてお嬢様酵素こういうパンフとかも入っております。ダイエットに使いたい方の場合はこのような基本プログラムといったものも入ってますんで、まあやりやすいかと。はい、ダイエットプランですね。ダイエットでなくても別に、私はダイエット以外でお嬢様酵素を飲んでいます。ではお嬢様酵素ちょっと作っていきましょう。こちら瓶になります。かわいい入れ物です。はい。でこちらついてくる計量カップです。これに30ml 測って、で水で薄めるわけです。ではやってまいります。測ります。どこだ、30いきます。おお、こんな感じです。とろっとしています。茶色いです。酵素はだいたい茶色いですね。はい。ではこれ入れます。入りました。こんな感じです。茶色いです。で、5倍から6倍で薄めるんで、だいたい 150ml の水を入れたいと思います。おお、入りました。するとこんな感じになります。見えますか、こんな感じです。こんな感じですね。これを飲むと良いと。我が家ではスムージーに入れるんですが、ファスティングダイエットしたい方やお手軽に飲みたい方は水でこんな風に薄めて飲むと良いと思います。はい、お嬢様酵素動画でした。すごく美味しくて個人的にもおすすめ。酵素の中ではお値段もリーズナブル、良心的と思います。